じゃあこれなんだ、多関節トレーラー、多関節トレーラー無理だ。報酬のいい順でいきたいですね。料金、あ、料金順、これ料金順、これが一番高いのか。ハチベの木7トン、多関節トレーラーは避けたいので、これでトラクター、あ、いいね、トラクターやりたいけど海渡る、やっとくか一回。まあ、近いっちゃ近いかな。めっちゃここめっちゃカーブ多いね。はい、やりましょう。はい、エンジン、イグニッション、なんか音静かじゃね、かかった。はい、では行きましょう。から出ればいいだよね。あ、トラクター乗ってる。あれ、ウィンカーが出せないけど大丈夫？あれ、ウィンカー出せなくなったけど、右ウィンカー出せないけど。あれ、急に操作方法が変わったけど、なんで？なんか押したか？右曲がります。トラクター2台、うわーって、ちょっとどうしたらいいこれ。もう積んだけど、ちょっと視点変更したい。いや、分かってるよ。なんてことしてくれたのよ。この視点いいな。明日の、あ、休憩してるね。よかったよかった。あ、違う、左折やん。左折注意。はい。イギリスだったね、目的地は。あ、100キロ出して OK だ、飛ばすぞ。あー、ダメダメダメ。あー、見にくい見にくい。あ、急に50キロなった、ちょっと勘弁してよ。もうもうですか？厳しすぎひんかい。右折からの合流って違和感あるな。港は心配だな。トンネルかな。なんか船な気がするな。あ、嫌な感じ。これはあれだね、地味だね本当に。でもね、トラックの、あ、飛行機もいるじゃん、すげえ。
空港行ってみたいな。めっちゃ空港近いね。運転手さんたちは大変だよな。あ、速度超過してる。またなんか自動運転欲しいな。キーボードでアクセルワーク大変。あ、ライトどうやってつけるの？ライトわかんないよ。ちょっと待って、ライトのつけ方わかんない。これはキーマップ一覧をどっかに書いて貼っとかんないかな。あれだね、あっちは結構タワーを建てるんですかね、都市ごとに。みんな速度超過じゃん。あれかな、トラックはゆっくり走るみたいなのがあんのかな。上り坂きつい、馬力が足りない。でも現実にもこういうのあんのかな、あの自社のこのトラックで運んでくださいみたいな依頼ってあるのかな。時間内に届けたい。ロッテルダム、危ない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 。あ、何あのハテナマーク、気になるけど仕事でそれどころじゃないよ。で右折、ロッテルダムに到達。はい、右折からの合流。あ、ここ100キロですよ。あれ今100キロって書いてあったよね。あれなのか、欧州はトラックはスピード出しちゃいけないのか。お、風力発電。飛ばしていきましょう。港はどこだ、港は。あ、ちょっと左手には川が見えてませんかね。海近くなってきたか。おお、なんだ、急に減速しないで。ここはみんな速度守るのね。で、ここを右折。はい、曲がります。あ、港か、船か。やはりこんな大型トラックって船乗れんのかな。左折だけど気分的には右折します。わ、あれか、あれに乗るのか。船の時間とか見てこなかったけど大丈夫かよな。
あ、お仲間がいる。あ、そこでいいの？ありがたいよ、それは。はい。目的地を表示。はい。フリックスト。ん？ここに行きたいよ。あ、ここね。目的地が分かんないけど、確かこれだったよね。ケンブリッジだったよね。ケンブリッジなんで、ハーリッジで乗り込む。あ、そうだ、船になんて乗せれないよ。待って待って、ちょっと待って、夜になってる。ちょっと待って。ストップストップストップ。ライトライト。L ね。ライトついてる？ライトついてなくね？エアホーンってなんだろう。あ、微妙に進んでる。ライトついてなくね？全然見えないんだが。あ、ごめんなさいね。あれ、ここは左側通行なの？ライトついてるかい？これ見えんの？だが、え、ここ左側通行？え、イギリスって左側通行なの？それめっちゃやりにくいんだが。わ、どうやら左側通行ですね。うーわ、これヨーロッパの人切り替え大変やな。ああ、速度超か。ライトついてる？あ、ついてたついてた。危ねえ、ついてないじゃん。ああ、ランナバウトか。これむずいぞ。いけるいける。で、直進ね、直進。何？車両損壊違反？ちょっと待って、ちょっと待って。あ、星が綺麗。星見たい。あ、速度超過してる。あ、よかったよかった。これは大変ですぞ、ドライバーの皆さん。いいよね、もう物流もうちょっとゆっくりでもいいと思うんだよ。80キロ出ないね。救急車はこれは現実か？どっち側だ？現実か。カーブ多いな。港出たばっかりとかだと正面衝突とかしちゃわないのかな。当たり前なのかな。これは追い越し車線かな。はい、追い抜いちゃってください。ちょっとね、トラクター2台積んでるんで。97キロって刻んでくるね、制限速度。わ、これはなんだ、橋で右折か、これなんて高架、どっち車線わかんないよ。このままでいいのか。どっちどっち、直進よね。あぶねえ、ごめん。合ってるよね、これで。次の交差点右とか言ってくんねえかな。あと何時間？あと4時間。あ、船結構乗ってたね。いて、痛い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 。ちょっとごめん。あ、ハザードドレ、ごめんごめん、ソーリー。
これは2車線あるわけじゃないよね。はい、合流しましょう。船に結構乗ってたな。船の時間まで見てなかったぜ。左車線に寄ってけばいいよね。97キロもスピード出ないんだけど。左に寄っとけばいい？今日こそは時間内に届けたいぞ。抜いてすぐ前に出てきちゃう人たちってどういう心境なんだろうね。嫌じゃんね、後ろの人。あら、真ん中車線に寄れ的なことかな、これは。ケンブリッジだったよね。ケンブリッジ真ん中だ。あれ、アクセル踏んでるよね。ケンブリッジ真ん中。あと 270km。 で、今度は左か。ガソリンは足りてるね。休憩もいらんね。スムーズじゃね、今回。右車線に寄れてきな。危ない。この車線でいいのかな。ケンブリッジ左車線ってなってるよ。ケンブリッジ左車線じゃない？え、どっちどっち。ちょっと待って、ハザード耐えといて。ちょっと待って、どっちだこれ。まっすぐだよね。こっちじゃん。おい、カーナビを見にくい。カーナビバージョンアップできんかいな。見にくい。後続車よ、すまん。今実感若干ロスったんじゃないか。お、静脈物流の方がいるぞ。なんかあんまりスピード出ないな。これトラック古いんかいな。あ、上り坂か。上り坂だったか。あと3時間。ギリギリじゃね？結構依頼時間ってパツパツで依頼が来るのかな。ベタ踏みできないのかしら。リミッターがかかってるのかしら。あ、あれはレンジローバーかな。
なんかやっぱ国によって走ってる車が若干違う気がする。ちょっともうちょっと飛ばしてくれよ。ちょっと抜いちゃっていいか？ちょっと抜いちゃいますよ。チャレンジですよ、これ。ロスマークごめんね。追い越し車線は多少速度超過しても大丈夫だよね。ここ合流してくるしね。200キロ、2時間3時間あるから、このペースでいければ間に合うけどな。パツパツには変わりないね。ほんで次が右車線にいればいいのかな。右車線に降りつつの、これで右側ね。 OK、 狭い、血が狭い。うぞ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 、曲がりきでここ97キロじゃ曲がりきれんやろ。なんかこれさっき通った道な気がするな、すっごい既視感が。はい、入ります。星きれい。同じところ回ってないよね、ぐるぐる。右車線かな、また。はい、ごめんよ。おお、合図出しとるのに。合図出してますよ。あ今ぶつかったけどいいのか、あれは。前方不注意であいつが悪いってことかな。怖いよね、合図出してから距離詰めてくる人結構いるもんね。入れてたまるかみたいな。で今度は左。あー、左入りまーす。あと何キロ？159キロ。2時間あるね。この車なんかリミッターついてんのかな。速度超過しないね。あ、下言ったそばから猿。猿さんどいて。ああ、何よ、何今の嫌な感じよ。道路工事してる。なんだ今の運転は。そう、速度して、あれ、ここはまた97キロ出していいのか。もう猿抜きたい。え、何急に速度超過来るの、なんでなん。工事現場は自動的に速度下げろみたいなルールがあるのかな。
そうかな。あと2時間。結構ギリギリですね、時間。これ毎回こういう依頼だとドライバーのストレス半端じゃないな。もうちょっと余裕があるのかと思ったけど、なんだあの前のトラックは、危険物運んでそうな。97キロ以上出ないのかな。はい、邪魔するよ。あ、カーブ多い。ちょっと左車線戻りたい。ごめんね、気づかしたね。ああ、夜が明けてきてしまう。まだかな。景色なんて見てる余裕ないね。お、これまた交差点来ましたよ。今度は左かな。このままこの車線にいたらいいのかな。違うね。カーナビ全然指示出してこんやん。もう知っとけ的な感じかな。はい、ちょっと40キロぐらいまで下げましょう。で、右グリムスベイ、ブリミングハム、バーミンガムかな。あれ、あ、そうか、左側か。危ねえ。ケンブリッジ、ケンブリッジ右だが、ケンブリッジじゃなかったか。空が白んできてるよ。イギリスの朝は早いのか。で、今度は右折。右折します。グリムスベイ。ちょっと待ってね。左よし、右よし。はい、曲がります。もう着くかな。あと何キロ ?64 キロ。 あとちょっとじゃん。あ、超余裕とまではいかないけど、オンタイムで着きそうですよ。あれ、今反対車線走行してませんでしたの車。いいのか、一車線で追い抜いて。
うわー、なんだこれ、あぶねえ。あと50キロ、結構田舎か。あ、でもトラクターだもんね。あ、これはあれか、飼い主に届けるのかな。トラクター買ってくれた人に届けって感じかな。後ろ今危なかったね。いや、農業頑張ってる人届けるよ。まだかな、時間がパツパツですよ。ここ80キロなんだよね。ようわからんな。はい、サービス200ヤード、ヤードわからん。疲れてるけどそんな暇はねえ。あ、あと30分しかないじゃん。え、間に合う？ゴール見えてませんが。大丈夫か？結構スムーズに来たと思ったが。安全運転すぎたか？あと20分。あ、綺麗、いいね、こんなとこ住みたい。ちょっと待って、登りきらん時間が。ゴールどこ、あ、ゴールあれか、目的地が見えてきた。あと30分ないね。あと20分。パツやで。ああ、ご来光が。あれ、また遅刻か、もしかして。シェフィールドってあったな。うわ、これ遅刻ちゃうか。似合うか。もう車庫入れは任せてもらおうかな。あ、めっちゃ速度超か。なんだ今一瞬だけ。グリムズビー着いたぞ。到達、遅刻じゃねこれ大丈夫か。グリムズビーに着きました。すごいね、向こう青信号前も黄色が入るんだね。はい、ちょっと右車線に入れさせていただいて。なんか当たったで、ここ右折。ジャストインタイムか。ぐるりん、はい、到着しました。あー、はい、ねちょっとこれでお願いします。荷下ろし場左でしたね。ここで無事に運んできたぞ。あ、オーバーした。あー、待って、むずいな、相変わらず。T 外します。
非常に良い。やったー、ジョブコンプリート。これ大変、マジでめちゃくちゃ大変なんだけど。はい、400キロ、15時間、200リットルの燃費で、5000ユーロいただいて、技量ボーナスレベル、あ、分かった、新入りになったぞ。前も新入りだったか。5000でしょ、8万貯めないといけないんでしょ。何回仕事すりゃいいのよはい、スキル、時間、ジャストインタイムだったからね、これでいこう。はい、あー、ちょっと一旦止めときましょうかね。疲れ、めっちゃ疲れた。じゃあ次の動画でお会いしましょう。バイバイ。010コーヒーの作ったビートが使われた曲が販売されるのだ。コーヒーもカセットテープもマガジンもセットになって9月1日発売。限定20セットです。すでに予約も受け付けておりますので、概要欄からお求めくださいなのだ。010コーヒーが全知全能をかけて作りました。コーヒーと合わせてご賞味ください。感想も教えてくれたら嬉しいな。